昭和20年7月16日、敵の交通線を破壊せよ、との指示を受け、E58 線は6機の回転を積んで出航した。回転特別攻撃隊、多門隊の出撃である。従軍記者であったアメリカ人のニューカム氏は、回転についてこう述べている。狂信的な青年たちが、天皇への忠誠を誓って、愛国心を火のごとく燃やし、出撃する青年たちは、酔っているかと思われるほど気を至っていた、と。圧倒的な物量で押し寄せる連合国軍に、日本は国家存亡の危機に立たされているのだから、必死になるのは当然である。出航する E58 線には、菊水が描かれ、マストには、比里峰建典と書かれた大きな旗が翻っていた。わずかな兵を率い、大軍との勝ち目なき戦に挑んだ楠木港にちなんだものだ。7月27日、航海中の E58 線橋本持面艦長は、一隻の駆逐艦に護衛されたタンカーを発見した。晩秋時中尉の1号艇と、小森和幸一匹僧の2号艇を発進、二人は天皇陛下万歳を参照して、人間魚雷に乗り込み、それぞれ発進していった。数十分後、爆発音が聞こえたが、激しいスコールが海面を覆い、残念ながら、はっきりとした戦果を確認することはできなかった。7月29日、橋本艦長はさらなる快適を祈りながら、グアム・レイテ艦の航路と、ペリリュー沖縄間の航路との十字路に向かって進路を変えた。月が出るのを待ち、橋本艦長は仮眠から起き出し、関内神社に手を合わせた。艦が関西に浮上する前に、航海長田中大尉が敵鋭を発見し、急速潜航。一隻の巡洋艦がまともに E58 線の方に向かってきたのである。この間にはすでに最高機密の貨物、すなわち原爆の最重要部品は積まれていなかったが、約1200人の乗員が乗り込んでいた。艦内は一気に緊張に包まれた。敵は月明かりのもと、はっきりとした姿を見せながら、まっすぐに進んでくる。一定の速力で一直線のコースを進んでいる。潜水学校の訓練では実施することがないくらい、たやすく仕留めることのできる状況だ。艦内は静まり返り、ネズミさえも沈黙しているが、その静けさの中、どうして発進させてくれないんですか、と叫ぶ回転搭乗員たちの声が響く。橋本艦長は6本の魚雷を発射。命中音が聞こえ、炎も見えるが、敵はなかなか沈まない。海底の搭乗員たちは、沈まないなら自分たちを出してくれと、再三訴えてくる。しかし、橋本は考えた。海底搭乗員にとって、この敵は、わけなく攻撃できる目標だ。しかし、海底が向こうへ着く前に、敵が沈んでしまったらどうなるのだろう。回転は一度発進すると帰還はできない。目標にぶつかって爆発するか、失敗して海底に沈むか、どちらかだ。彼は家に残してきた自分の子供のことを考え、回転の発進をしないことを決めた。そして魚雷を自発装填するために、新進路に潜航。1時間余りかかって作業を終え、再び潜望鏡を覗いた時には何も見えなかった。敵が沈没したことは疑う余地のないことであった。翌日、コンビーフとうなぎのごちそうで皆をねぎらい、大戦果を祝った。その3日後、東京からの電報を受信した。敵は中部太平洋において、行方のわからなくなった極めて重要な軍艦を探しているようである。しかし橋本は
これが自分に関係があるものとは思いもしなかった。魚雷で仕留めたあの艦なら、敵はとっくに知っているはずだ。米海軍で4日間もあの艦の消息がわからないなどということはありえないではないか。8月9日、第二の原爆が長崎を焼き払った。その頃、イ58戦は敵輸送船団を発見し、三井義雄少尉、中井明一匹艘の回転を発進、駆逐艦を沈めたと報告している。8月12日、再び敵を発見し、林義明一匹艘の回転を発進、商船を沈めた。乗組員一同、回転有志の活躍に立ち上がり、黙祷し、一路、豊後水道へ向かった。しかし、8月15日、一通の機密文書を受信した。日本が降伏したというのだ。橋本は、これは敵の謀略かもしれんと考え、下士官たちに漏らさぬように口止めした。8月17日、海天基地平尾に入港した時、一隻のボートがやってきて、戦争の終わったことを伝えた。橋本は乗組員全員を甲甲板に集め、終戦の詔書を読み聞かせた。男たちの目には涙が溢れていた。さて、ここで再び昭和20年7月16日を振り返ると、この日、イ58戦が呉軍港を出港したように、インディアナポリスもゴールデンゲートブリッジの下を通過して大洋へ出た。2隻の艦はまさしく2週間後に遭遇するのである。そして海上での地獄絵図が繰り広げられるのだが、まだ知る由もなかった。インディアナポリスは昭和20年3月に一度、沖縄付近で新風特攻隊に攻撃を受けている。特攻機が落とした爆弾が長甲板を貫き、食堂、寝室、燃料タンクをぶち抜き、船体に2つの大きな穴を開けた。この時は応急班の素早い手当てによって沈没を免れたが、後から考えればこの被害は来たるべき不幸の前兆だった。メイヤーアイランド交渉で熟練工が日夜修理作業を続け、7月には試運転に出られる状態になった。その頃、マックベイ艦長は、ある貨物を運ぶようにと、特殊任務を受けた。貨物の中身は言えないが、とても重要なものなので、たとえ艦が沈むことがあっても、この貨物は救助艇に乗せ、絶対に沈めてはならない。貨物を一日でも早く運べば、それだけ戦争が早く終わることになる。貨物には必ず番編をつけ、他の人間を近づけてはいけない、という内容である。マクベイ艦長は、一体何だろうかといぶかしいんだが、詳しくは教えてもらえそうにない。実はこれはマンハッタン計画の一部で、新型爆弾の心臓部、ウラニウムを前線基地に輸送する計画だった。大型艦では狙われやすいし、スピードも出ないので、上層部は巡洋艦を使うことを決めていた。そのため、この任務がインディアナポリスに与えられることになった。高速でパールハーバーへ行き、その後テニアンへ向かい、貨物を降ろせという命令だ。インディアナポリスは全速力で走った。この姿をニューカム氏は、艦首で美しく水を切り、かけがえのない貴重な貨物を積んで、ひたすら走ったこの時こそ、オールドレディ・インディアナポリスの最も美しい姿だろう、と振り返っている。7月26日夜、機密貨物の運搬という任務を無事に終え、皆ほっとした。中身が何だったのか誰一人知らなかったが、とにかく任務を終えたことをみんなで喜んだ。テニアンを出たインディアナポリスは、翌朝グアム島のアプラ港に着いた。
そこで燃料や食料を積み込み、今度はレイテへ向かえという指示を受ける。敵潜水艦出没の情報もいくつかあったが、誰もそれを重要視しなかった。多くの情報が交差するのはいつものことだ。それより高甲板で上演される映画のこと、故郷から届いた手紙など、楽しいことで頭がいっぱいだった。米海軍史上最悪の一ページがまさに開かれようとしているが、まだ誰も気がつかない。7月28日、インディアナポリスはレイテに向けて出航した。マクペイ艦長は夕食後艦橋に上がり、日が暮れたらジグザグ運転はやめてよろしいと当直将校に伝えた。上空は曇っていて月明かりもなく、すべてが暗闇の中だったからだ。この決定はごくありふれたことなのだが、もしこの時違う決定をしていたなら、彼の人生はああはならなかっただろう。この時のインディアナポリスは、入り口や防水扉のほとんどが開けたままの状態で、万が一船体に水が入ってきたら、たちまちエンジンルームは浸水し、バケツに水を入れたように艦はすぐに沈んでしまうことは容易に想像できたが、誰もそれを指摘しなかった。午後11時、マクペイ艦長は就寝し、午前0時、艦橋では見張り員の交代が完了し、雲は途切れ始め、月が美しく輝きを増していた。南方の湿った空気すら心地よい、静かで平和な夜だった。だが突然、ものすごい爆発が起こった。続いて赤い炎がそこら中を覆い、同時に艦橋よりも高い大きな水柱が立ち上り、艦は大きく揺れた。そしてすぐに第2発目の爆発、前よりもっと大きく凄まじい。マクペイ艦長は1回目の爆発で目を覚ました。一瞬神風にやられたのかと思ったが、この辺りの海面で新風機に遭遇することは考えにくい。すると機雷か魚雷か内部爆発か。彼は落ち着いて指示を出した。この艦は3月に神風にやられても沈まなかった幸運艦だから大丈夫だろうと、マクペイ艦長が考えてもおかしくはないし、事実艦は少しも傾いていなかった。取り急ぎ遭難電報を打たせようと、次々と部下を電信室に行かせるが、なぜか誰一人戻ってこない。やがて艦長は自分で電信室に行こうと決意した。近くには日本軍がいる、その上深もいる。この辺りは世界で一番深い海だ。珊瑚礁もない。どうしても友軍に SOS を伝えなければならない。だが艦は大きく右へ傾き出し、もはや電信室に行ける状態ではなかった。電令を出そうにもデッキは傾き、重油でぬるぬると滑り、移動もできない。急いで総員退去の指示を出そうと2、3歩歩いた時、艦は急に沈み出し、まもなくマクペイ艦長も海へと滑り落ちた。イ58戦橋本艦長の放った魚雷は巡洋艦の薄っぺらいと鉄腹に命中していた。そして2本目の魚雷は通信装置と電源をことごとく壊し、さらに浸水を引き起こしたのだ。爆発から数秒経つと艦は大混乱に陥る。真っ暗な通路は人で埋まり、煙や有毒ガスにむせびながら各自逃げ惑っていた。あてもなく走り回る者、血にまみれて悲鳴を上げる者、じっとして動かない者、地獄の一丁目とはこのことだろうか。